はい、ジェイコブからお届け札幌ジーンズ館、皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌ジーンズ館 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはすすきの演芸場林家とんでん兵さんです。はい、福山雅治です。え、あ、林はとんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。いい男迎えしました。どうもどうも。いやー、とんでん兵さん、はい、年末でしたかね、新聞に大きく出ました、はい、ありがとうございます。すすきの演芸場オープン、今日この話を柱に伺ってまいりましたけれども、はい、年末、去年の年末いつ頃でしたっけね。12月ですね。12月ですね、はい、結構準備期間もあったんですかね。そうです、去年の6月ぐらいから準備して、やっとすすきの演芸場です、12月にオープンということで、はい、そうなんです、なんですすきのに演芸場を作られたのかというあたりも含めてですね、はい、でも3つのキーワードで伺っていきたいと思います、はい、今日こちらになります、はい、じゃーん。すすきのに念願の演芸場をオープン。東京までリヤカーを引き門を叩いた。手話落語は海外でも、はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速この、演芸場ですね、演芸場はもともとずっと作りたいと思っていらしたそうですね。そうなんです。僕2000年に札幌に引っ越してきた、うん、はい、それで必ずね、その東京と同じようなものをね、笑いの場所を、うん、提供する場所を作りたいなとずっと思ったんですよ、うん、でもまだまだ2000年はまだまだ、はい、2000年まだまだ17年前か18年前か。そうですね、そうですね、だから先に落語人口を広めていきたいなと思って、うんうん、で落語を教えながらだん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 こう広めていったんですよ、はい、結構生徒さんいらっしゃるんですか。もう今30人ぐらいいます。あ、そうですか、はい、そんなにいらっしゃるんですね。いるんですよ。今子供さんが、ね、増えて、あ、そうですか、うん、小学校2年生から。あら、素敵ですね、はい、図鑑に紹介してください。よろしくお願いします。なるほど、そうやって、うん、一般の落語好きを増やしていくところからまず始めて、そうなんです、いつかやっぱり寄席をやってみたいと思われてたんですね、うん、そうなんです。うん、はい、札幌にはまだなかった、やっぱり東京にはそういう、 こう文化というか寄席は、まあ、浅草、私浅草の寄席はいくつか行ったことあります、うん、浅草と上野と、うん、あ、そうか、それから池袋と新宿にあります、そして、師匠はすすきのにというのもちょっとこだわりがあったそうですね。こだわりがあります、はい、というのはね、うん、やっぱり東京もそうなんですが、うんうん、例えばね、うん、上野でこうラーって笑った後に飲みに行こうと、はい、なるほど、あるじゃないですか、すぐ隣になんかね飲み屋さんいっぱいあります、ね、そうなんです、そうなんです、うん、そういう雰囲気ね、うん、笑った後に、はい、まあ、じゃあこうすすきのだから、はい、じゃあみんな行こうよって言えるような場所、うんうん、確かにあれですね、お芝居の劇場とかの話をしても、ええ、いわゆるアフターシアターですか、はい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 、その後のちょっと文化がまだまだ札幌もうちょっとっていうのをよく聞きますけど、アフター落語もそうかもしれませんね。一杯飲みたくなりますもんね。そうなんですよ、うん、なるなる、それで、あ、いや今日の落語あれだよなとかって言える、うん、それがいいかなと思うんですよね。あ、なるほど、場所を教えてもらっていいですか、はい、場所は何条何丁目、ですね、はい、中央区南五条、はい、西8丁目です、うん、はい、ここはもともとどういったご縁で、お友達の、うん、アクターズさんっていう、アクターズさん、あのアイドルグループ育てる、札幌に、その場所にありましてね、社長さんが、うん、それだったらぜひ、うん、うちのところの、ね、横空いてるから、はい、じゃあ使いなよということで、はい、そうですかという、うん、でちょっと手作り感満載で最初作ったところから年末それでね、うん、新聞出ましたけど、そうなんです、そこからまたちょっと席を増やしたみたいな。そうなんです、今70人ぐらい入るぐらいの。そうですか、はい、70人ならなかなかですね。そうですね、いいですね、はい、この寄席を作った後に、はい、いろんな方々、違う方々が待ってたかのように来てくださるんですよね。こう、あれ今までと違うな、しかもね、はい、毎回のように来てくれる方がいるんですよ。リピーターも増えたと、そうですね、常設ができるっていうのはそういうことですよね。あそこに行けばやってるみたいな、お客さん側そこはもう新たな発見ですね。だからやってよかったなと思いますよ。へえ、お正月もされたそうでね。 そこが狙いだったんですよ、またね、今年のお正月ですよ、今年のお正月1月1日から1日から5日間ほう毎日やったんです。これ冒険だったんですが、
果たしてお客様が来るかなと、うんうん、しかしあの東京ではね、うん、1月1日からもう寄席開いてますから、うん、たくさんお客様来ます、ね、お参り行った後に、はい、あのお越しいただくとか、なるほど、いっぱい入れ替わってこう来るんですよ。へ、そのイメージがとってもいいじゃないですか、これ縁起物ですから。なるほどなるほど、ね、お正月から笑って過ごそうと、うん、そうすると1年間笑えるからという、うん、縁起物で、札幌もそうしようと、うん、1月1日から5日間毎日やって、はい、お越しいただいて毎日来てくださって、受けが良かったらしいんですよ。良かったですね。そうなんですよ、だから嬉しかったですね。まあ、考えてみれば私も札幌っ子的には、うん、そうね、うちの親世代にしたら1日2日3日は外出るなみたいなね、そういうふうに育ってきましたんで、うん、まあ、2日3日は今デパートもオープンしますけれど、うん、1日はやっぱり家から出ちゃいけないような、なんとなく感覚ありますけれども、東京では違うんですか、そうそうそう、縁起物で、罪じゃないですから。そうなんです、ね、縁起物ですか。想像するとあれですね、お正月1日早々から ね、こうやって今日もとんでんへさ素敵な声の仲間のね、こういう方、あの話し家の方がその辺歩いてみんなに笑いを振りまいて、いい正月ですよね。そうですね、だから我々も三平の、ね、家にみんな一門全部集まるんですよ。で儀式があって、はい、大杯にね、うん、梅干し昆布スルメが入って、でね、お酒入るでしょ、うん、で順番にこういただいて、へ、そんなお正月の儀式あるんですか。そうなん、おかみさんが一番前にいて、それでは明けましておめでとうございます、そしてあのお年玉もいただけるんですよ、ね、お年玉、本当に我々この年になってるんですよ。本当だ本当だ、ね、うん、いくら入ってると思います。いくら入ってるんですかね。ふっとこう見ると、はい、1万円入ってる、1万円、おー、ね、全員の分、全員に行く、すごい、それで遊びに来たお客様にも、はい、差し上げる。本当ですか、すごいですね。すごいですよ。お年玉と箸をいただきます。箸もこうで、ね、あの儀式終わった後に、はい、まあ、お堂にいただいたり、でこうにね、うん、こう懐に入れて、それでまたそれこそ、はい、あの寄席に行って、はい、ね、バッとまた戻ってきてこの箸でまたいただくという、へ、いいお話ですね。それがお正月なんだ。そこからもうちょっと真似したいなと思うぐらい知らない文化ばっかりですね。そうです、そうです、そうです、ね、そういう文化を少しでも皆さんに味わってもらいたいなと思いましたね。来年も再来年もお正月やってくれますか。もちろん、もちろんでございます、ね、そのための場所でございますから、うん、これご覧になった方ぜひあの来年も再来年も正月1日からね、笑い始めようというふうに思いました。お願いします。はい、では2つ目に行きたいと思います。2つ目こちらになります。じゃーん、じゃーん、東京までリアカーを引き門を叩いた、はい、トンデンヘイさん、小樽ご出身。そうでございます。でこの落語の世界に入るきっかけから教えてください。はい、私ね、林家三平の落語を、うん、あの札幌の市民会館で、うん、初めて見たんですよね、うん、どうもすいません。そう、はい、もうそれまでね落語知らなかったんですよ。あ、そしたらもう林家三平さんでってみんな笑うんですよ。名前言っただけで笑うんですよ、はい、で大変なんですから本当にわーっと出ていって、うん、はい、そしたらわーすごい職業だなと思いましたね。よし、この人についていこうと思って1年間どうしたらいいかって作戦を考えて、はい、なかなかそんな門下生なかなか教えてもらえないんですね。とにかく断りますから。あ、そうですか、断りますから、入れてくださいってまず断られる、まあ、長続きしませんからね。うん、だからとにかく断ってそれでも来るようであれば、うん、大丈夫でしょうけれども、だから作戦考えて、うん、よし、小樽から東京までリアカー引いて歩いて、うん、行こうと、うん、次の年に。これは絶対断られないような作戦だったわけですね。作戦で考えたね。作戦でございます。東京までリアカーをということは小樽からということですね。そうです、1000キロです。1000キロリアカーで、何日ぐらいかかるんですか。38日です。はあ、ね、そうなんです、かかります、はい。まずね、うん、あの浅草の観音様で願かけて電話したんですよ。はい、でおかみさんが電話出て、信用しない、嘘でしょ、リアカー引いてくるわけないでしょ、うん、いや本当なんです、うん、分かりましたって道を教えてあげるからと、はい、で一旦ピンポンって、はい、あら本当だって真っ黒い顔して行きましたからね。でびっくりしてましたね。はあ、でも師匠はね、あのちょうど徹子の部屋の収録でいなかったんですよ、うん、ですぐおかみさんが電話して、うん、で待たせておきなさいと、うん、って言われて、それでベンツで帰ってきました。ベンツ、白いベンツで、かっこいい、ね、うん、
落語家になったらベンチに乗れんのかなと思って、もうリアカーだもんね、はい、弟子してくださいって言ったら一度帰れって言われた。うーん、 なぜですか、ね、38日かけて行ったんですよ、うんうん、でも、うん、帰りなさい、うん、やったというそう思い上がりの気持ちが地味な修行に支障をきたすから、で結局帰って、はい、で今度毎日手紙書いて、うん、それで次の年の、うん、だから2年越しなんです。へ、ね、次の年の8月1日に正式に入門して今度あの飛行機で行きました。早いね飛行機そうか、飛行機一飛びで1時間早いの38日かかったのに。本当ですね。でもまあ8月1日に入門して、はい、師匠が9月の20日に亡くなったんですよね。あっという間で50日しか一緒にいなかった。住み込みで本当にもうあの落語家の弟子入りで、はいはいはい、家族同然にずっと過ごしていらしたんですもんね。そうですそうです、はい。このあたりのお話、いっぱい面白いエピソードがありますので各会社や学校で呼んで講演などで呼んでいただきたいなと思うんですけどね。いいな、いいな、はい、じゃ あのちょっと3つ目に行きたいと思います、はい、これも聞きたいの3つ目こちらです、はい、じゃーん、じゃーん、落語は海外でも、そうでございます、はい、まあ、あのリアカーずいぶん引いてるトンデヘトンデヘさんなんですけど、はい、まあリアカーよく引いてるんですよ。そうです、いっぱいあちこち引いてますよね。そうなんです、ちょっとざっくりあんなとかこんなとか教えてもらう。小樽から東京ですよ ね、うん、ま、ね、東京から沖縄まで落語やりながら、うん、その後本州一周だから7000キロリアカー引いて歩いた。いやすごいでしょもういろいろ、いやその時ね東京から沖縄までリアカー引いて歩いた時に、はい、あのいわゆる聴覚障害者の方がお客さんの中にいたんですよね、うん、で知らなかったんです、見た目じゃ分かりませんから、はい、うんうん、で最後までこっち見てるだけで笑わなかったんですよ、うん、いややっぱり気になってね、笑ってくんないなと、終わってから係の人に聞いたら、はい、実はあの聴覚障害者の方なんですよって言われて、あ、そっか、聞こえませんからね、当たり前ですよね。それで、まあ、聴覚障害者の方はどんな生活をしてるのかなと、そう思いまして、はい、ちょっとあの覗いていろいろ調べてみましたら、うんうん、あのまあ、別々の生活っていうか、うん、耳の聞こえない人には、まあ、手話が必要ですから、うん、それから目の見えない方にはあの点字ブロックとかいろいろそういうねことが必要ですよね、はい、車椅子の方はあの階段あっちゃ無理だという、はい、だからなんか壁があるようでね、うんうん、じゃあ僕何ができるかな、じゃあこの間通じなかった落語を手話と声と一緒にやると分かってもらえるかなと、うんうん、そこで手話落語を始めて、で本州一周は手話落語案外に出たんですね。あ、そうなんですね。4000キロの旅で、そうやってるうちに、はい、海外でも、うんうん、あの話題になりまして、海外はどちら方面、デンマーク、中国、ロシアでやってきまして、はい、すごいでしょう、デンマークはですね、チボリ公園でやったんですね、うん、まあ、それは本州一周の滝を、うん、手話落語アンニャの時に、あるこう お寺行ったんですよ、うん、そしたら外国人の方が修行してる方で、うん、でいたんですよね、そしたらあのここで手話落語をやってみませんかって言われたんですよ、はい、日本語通じないんですよ、うんうんうん、で手話落語をやったらじゃあ笑うんですよ、うん、あらあらあらと思って、うん、じゃあ外国でも手話落語を通じるんだなと、はい、それ、まあ、確信したんで、はい、それであのデンマーク行って、深井中国行って、もう向こうでの取材も受けて、そうです、そうです、メディアに出て、はい、はい、そういうことで海外でも手話落語やったんですよね。その手話ってなんとなくこう言ってること分かりますもんね、そうですね、こういうね、ありますよね、ボディーランゲージですからね、ボディーランゲージが、はい、だからあの、まあ、国々によって手話が違うんですけども、でもあの違うんですか、やっぱり、そうか、そうですよね、あのまあエスペラント語と同じように、うん、あのまあ、国際手話っていうのもあるんですけど、それを交えながら一緒にやったんですね、うんうんうん、あ、そうですか、だからどこでも僕のだからあの職場は世界です、はい、そうなんですって、落語も手話でできると海外でもどこでもね笑っていただけるんだなと思って、本当素晴らしいなと思って、ね、だからどんな障害があっても一緒に楽しめるという、うん、手話でやるとね、はいはい、本当に僕はレールに引かれてきたような気がするんですよね、うん、だからあの東京から沖縄まで歩いた時に耳の聞こえない人にお会いしたのがきっかけで手話落語を始めたんですが、うんはい、でその後本州一周したっていうお話しましたね、はい、で車椅子を改造
ドしたリアカーでずっと回ったんですよ。どうせだったら、うんね、リアカーを、はい、あの車椅子使用してる方の、はい、身になって体感しながら、うん、歩ければなと、うんうん、それで平成2年に、うん、あ平成4年ですね、うん、4年に本州一周して、うん、で帰ってきて、うん、それからうちの子供が倒れるんですよね。でだん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 喋れなくなっていってだん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 、はい、歩けなくなっていってし今は重度の障害なんですね。あそうですか。ね、だからその後に手話っていうものが来たんではなく、うん、逆に手話だったんですね。だから喋れなくなっていくでしょ、はい、子供が、はい、みんな聞こえない人が遊びに来てて、はい、自然に手話を覚えちゃった。手を動かなくなって喋れなくなっていってから、はい、手話でトイレ行きたいトイレ WC で こうやってやって、あそうですか、はい、でそうやって会話できるようになって、不思議なんですよね。本当だ、レールに敷かれたみたい。そうなんですよ、うん、自分で探してったっていうのは本当に自然に出会って出会ってつな、がってって今日に至るんですね。そうなん、全部出会いから。だ林家三平という師匠に会ってから僕はもう全部変わってきました、ね、その出会いから、そういえば東日本大震災の時とかあと熊本の地震の時にもね、はいはい、被災地の方に笑ってもらおうということでまた暗記されたそうでね。そう、一昨年になりますけども、これもまたね不思議なことに僕実はかみさんが福島県のいわきの出身なんですよ、だいわきの出身でうちの子供が倒れてから、まあ、空気のいいところで生活したいということでいわきで7年ぐらいやっぱり一緒に生活してたんですよね。でそれでまあ札幌に来ましたけれども、うんうん、それでだからかみさんの実家の方からみんな避難してきたんですよね。まあ、そういうような状況があってだから知り合いも未だに見つからない方もいらっしゃいますけども、でそういう方々にぜひですね笑ってもらいたいなと思って、うんうんうん、東日本大震災の被災地に、まあ、向かって、はい、今度はリアカーじゃなくて、うん、キャリーバッグでキャリーバッグコロコロ引っ張って、はい、南阿蘇行ったんですよ、うん、で南阿蘇もすごいやっぱりねもうブルーシートだらけでそれで仮設住宅仮設の集会所で落語やったんで、あと1時間半ぐらいやってそれから終わってからおばあちゃんが、うん、やーどうもありがとう久しぶりに笑ったと言って、いや実は一人で暮らしてたの、うん、で2回目の地震の方が大きかったんで2回目の地震の時家が、ね、倒れちゃって、はい、で今仮設の住宅で生活してるんですって、うん、でもねって言って、でもねですよ、でもね今ねとっても幸せなんだ、うん、安心なんだ、うん、幸せ、うん、ね、仮設住宅で生活してて隣の音が聞こえることが安心なんだった。へえ。我々ね、うん、今の生活の中で隣の音うるさいとかって、はい、で上が下がとかってあるじゃないですか、はい、でも違うんだって、うん、安心なんだって、うん、それ聞いてうん、これなんだな、うん、私たちはやっぱり支え合うっていうことを言葉では言ってますけども、はい、そういう音が聞こえるだけでも支えになるんだなと、分かりましたね。落語しながら本当に全国いろんな方とお話しされてきたんですね。そうですね、そうなんです、ね、いやそれを聞くとそういう話を聞くとますます落語の常設所ができてよかったですし、はい、そうですね、そういういろんな人たちが集まる場所がですね、うんうん、できてよかったなっていうふうに思います。ありがとうございます。今日はこの演芸場ができたことで久しぶりにお会いしましたが、私が想像をはるか超える、たくさんの場所に行かれているトンデーヘンさんが今日のゲストでございましたこれからもいろんなところで、寄席をしてですねいろんな地域のお話をまた教えていただきたいと思います、はい、ぜひ。そしてご覧の方はお正月、はい、正月に関わらず、そうですね、最後にもう一つ、この場所は、レンタルもしております。そうです、そうです。演芸場、はい、普段寄席をしてない時にレンタルをしておりまして、午前午後夜とかあと、ね、1時間貸しとかもね、そうです、しておりますので、はい、お問い合わせいただければと思います。よろしくお願いします。今日のゲストはすすきの演芸場の林家とんでん平さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。どうも。